デコデザインの梅門です。今日もロームトークの収録をやっていきたいと思います。今日のお題は何だったかな。ちょっと用意しないと。もうすぐお二人がやってきます。お疲れ様です。すいません、忙しいところに。いえ、梅門も忙しいでしょ。大概そうですよ。なんか撮るときってトラックの音とかって入るんですかね。ピラーンとかなるやつ入ってますね。消しといた方がいいのかな。いや、いいですよ、いいですよ。それでいいの。あ、明るい色のセーターいいですね。あ、私ですか。ありがとうございます。珍しい色着てるなと思って。もう節分過ぎたらこういう色を着ようと思ってて。なるほど、暦を大事にする。暦を大事に、はい。レコーディング OK ということで始めます。ロームトーク。ニュースに一言じゃないんですけど、今日はこんな作業や仕事が実は好きというプロダクトサポートの皆さんのお話をお願いします。はい、吉部どうぞ。はい、また今日もカンペに書いてきましたよ、ちゃんと。はい、私はですね、給与の仕事をしてて、地名をなんかいろんな人の住所を見るじゃないですか。はい。その地名をなんか読み仮名を調べたりするのが地味に好きです。あれ、こういう話じゃない。いや、こういう話ですよ。こういう話だけど。話ですか。え、そうなの。私、地名の振り仮名振ってなかったら入れといてよって思って終わってました、これは。いや、それは思いますよ。そう思う。あの、会社の事業所の本社とかの本当に入れなきゃいけないのとかあるじゃないですか。 あれとかも地味になんかこんな風に読むんだって。日本語難しいなって思いますよね、人名と地名をやってるときは。そうですよね、漢字。あ、そうですよね、人名も面白いですよね。結構人名面白いです。本当に面白い。もうちょっと余裕があれば画数とかね、姓名判断調べたい。それはやりすぎ。そこまでやってる。はい、最近のその扶養親族に入れる、まあ、年少扶養親族の方々の名前が読めません。読めないです。性別もね、分かんないですよね。うん、読めないです。どっちかも分かんないですよね、本当。本当に。あの、知り合いと別人なんだけど、同姓同名の名前とか見つけたとき、ちょっと楽しいですよね。テンション上がる。年齢とか年齢で絶対別人なんですけどね。運命感じちゃいますよね。めっちゃ近所の人とかもね、知らないんだけど。ある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 。なんかどっかですれ違ってるかもしれないなっていう気持ちになりますよね。じゃあ師範のこんな作業が好きってなりますか。まあ、導入支援でもあれですし、社労士時代の事務所時代のお話でも。つい最近は新しいシステムとこう組み合わせて連携した時の挙動とか確かめる時間結構多いんですけど、はい、例えばこの自動計算ってできんのと思いながら、勤怠と給与をこう結びつけてバシッとこうハマった時にすごい快感があります。うわ、高度な話や。すごいですね。私もそういうの考えてくればよかった。最近そのビビッときたプロダクトって何でしたか。最近はジョブ感がすごい面白い。ジョブ感が面白い。自由自在じゃないですか、計算式が。確かに。マネフォー給与とかよりも自由度が高いですか。高いですね。前に社労士事務所の時はシャロムっていうね、あのシステムを使ってたんですけど、そこの給与システムも結構計算式が自由に組めるので、プログラマーとかエンジニアとかだと結構組みたい式が思うように組めるみたいな感じになってるんですよね。へー。ちょっとそんな感じはしました。いいですね。なんか、なんだろう、できない人にとってはめっちゃ諸刃の剣じゃないけど。なるほど。どういう複雑な式の時にこう、あ、組めてよかったってなるんですかね。食事手当とかじゃないですか。それは食事の回数は別途なんかで取っておいて、勤怠で食事手当を支給する日だけ抽出しておいて、そこに単価をかけてやれば自動計算されるとか。なるほど。梅門はやっぱりインポートすることが多いんですけど、そのインポートをこう手作業でコピペするんじゃなくって、それこそこの間の関数の話じゃないんですけど、あれこれ組み合わせて、ほらこんなに早くできたっていうのが一番こう達成感を感じます。さすがインポート柱ですね。ありがとう。嬉しい。柱、この間一発インポート成功しましたよね。あ、フリーです。ついに来ました。もうすごい。
あれ平均何回ぐらいかかりますか？まあ3回とか3回目に入る。マネフォはやばいですね。マネフォは10回ぐらいやってます。いやそれでもすごいですよ、目も光の速さで。いやいやいや、でもやっぱり親切ですよね。何行目が違ってますよとか、うん、何行目のどの項目がっていうところまで教えてくれるからよかったなって。ジョブ感もいっぱい出ましたね、エラーが。なんかあの連携の時のエラーが、ジョブ感ロームに扶養親族の族柄が入っていなかっただけで連携自体を拒否されてしまうという。口座と扶養情報はね、非常に厳しいみたいです。口座がちょっと銀行名書いてないで、ちゃんと口座入ってるのに、はいダメですみたいな感じで、口座と扶養に厳しいジョブ感っていうのを覚えました。扶養親族の続き柄さ、各社で入れ方統一してもらえるといいと思いません？思います。もう子供ならこうでいいですよね。そうです、こうでいいと思う。長男とか次男とかね、続き柄って読むのあれ。続柄どっちでもいいですよきっと。ちょっとこれは後で調べておきます。そう、子供はこうでいいんですよ、こうで。ジョブ感でしたっけね、長男とか、みたいな。息子娘は確かマネーフォワードかな、こって入れるのがフリー。ジョブ感が最も厳しい。それこそ名前がね、性別もわからなかったら、確かに確かに判別するのこっちだと大変ですよね。氏名と生年月日しか情報がなければ。確かに。あと何かありますか、ここでちょっとベンダーさんに申しておきたい。まあ、それは多分いっぱいありますよね。多分いっぱいあるから。来週か、マネホさんの開発の人とお話直接話す機会が確か来週にありましたよね。もうここぞとばかりに、あの、市販、あの、マネホ勤怠についてね、CSV をもっと使わせてくれって絶対直談判するのがもう目に見えます。いやー、もうあれは私だけじゃないけどね、別件でも。本当そうですよね。シンディがね。苦しんでますからね、なるはやで今現時点で苦しんでるんで、本当出してほしいです。あのペインって言ってましたよね、開発の。それができないことによるペインはいかほどのものですかみたいな。あ、ペインっていう言葉言うんだって思って、私それすごい印象に残ってます、去年。苦痛とか痛みってことなんですか、そういうこと。あ、ちょっと使ってみようかな。従業員番号の大切さ語りたい。これは梅もんでしょ、言いたいことがたくさんあるのは。いやもうみんなそうでしょ、これは。吉部、この間大変でしたね。大変でした。はい、いただいたデータ、交通、通勤費のデータだったんですけど、従業員番号と氏名がみんなずれていて、従業員番号で通勤費のデータ引っ張ってきて入れたら全然違うんですよ。で最初、あれこれなんで違うんだろうって見て、おかしいですよねってなってみたら、シャッフルされてたんですか、あれ。一段ずれってこと？一段ずれとかじゃないんですよ。じゃあもう罠だね、これは。もうぐちゃぐちゃになってて、試されたんじゃない？私試されてるって思いました。並び替えとか繰り返したんですよね。あ、そうですね、きっとそんな感じですね。フィルターとかいろんなものをね、置いてかれちゃったんでしょうね。なんかきっと従業員番号ってそんなに重視してない会社もあるじゃないですか。あります。載ってないとか。番号持ってないとこありましたよね、これまでも。ありましたよね、適当につけてくださいみたいなとこも。え、いいんですかみたいな。こっちがっていう。出てくる帳票によって従業員番号違うこともありますよね。ありますね。番号なのに、こっちただの並び順をこう上から 1,2,3,4,5 って書いてる。連番でね。ありますね。ぽく見えるやつ。ぽく見えるやつ。これも罠ですね、よくありますね。罠ですね。全角半角問題ありますよね。私も昨日それ全部の数字が全角になってて、オーマイガーと思って、であのスプレッドシート上で全角1を半角1に置換する、置き換えるっていう作業を0から9まで全部やって。あ、なんかでもそうやって直せば一応は直せるんですね。すごい。一応はね、額変わんないでただただ全角を半角にできるんだけど、この不毛な作業何と思って。そもそも全角の数字ってもういらないですよね。いらない、いらないですよね。いらない。あのカタカナもありますね、それで。あの銀行の読み仮名の、うん、コードでしょ。そうです、一度全角のカタカナで正しく入ってたのに半角じゃないとダメみたいな、 のありましたよね。ありました。振り込めないみたいな。あれってシステム的にその振り込み系は半角カタカナでないと受け付けてくれない
ものなんですかね。なんか基本そうなのかなと思ったんですけど、どうなんですかね。フリーもマネフォもどっちも入りますよ。多分なんですけど、FB データを作るときに勝手に半角とかにシステム側で変えてくれてるんじゃないですかね。そうなんだ。あ、わかんないです。これはちょっと確証がない。いや、でも FB データ確かに全部半角カタカナ。勝手になってますよね。うん。あ、じゃあ全角で入れてもいいんですね。全角か半角かってシステム側で入力制限かけてくれたらそれで終わると思いません？賛成、ね、賛成です。これじゃあぜひ開発の皆様に、はい、でみんな半角カタカナで統一すれば、いつか全角カタカナが全滅する、そういうことです。はい、人事労務分野には〇〇な人が向いている。いや、これ完全に吉部タイプでしょ。私メモってきたんですけど。はい、お願いします。まあ、目立たなくても縁の下の力持ち的な感じで、でも人の役には立ちたいみたいな人が向いていると思います。あとは昨日夜ふと思ったのは、やっぱりちょっとド M な師範だね、これは。そうです、うん。パッと師範のことを考えてインスピレーションを受けました。あれはでもどうなんですか、ド M というか負けず嫌いというか、なんか屈したくないというか、そっちの発想なんですけどね、私的には。めっちゃかっこいいです。そのたくさん案件があって忙しさに屈したくないってことですか。できないと言いたくないみたいな感じですか。あ、なるほど。多分これ梅ももだし吉部も実はこっちタイプだと思ってますけど、私はあのなんだろう、忙しくてこうみんなでてんやわいや祭りわっしゃいわっしゃいみたいなのをこうみんなで頑張るというような感じは好きです。私も好きです。なんかみんなでやってるって感じは好きですね、うん。あとやっぱり密かに燃えたいタイプです。密かに燃えますよね。そう、吉部は間違いなく密かに出さないだけで。あ、でも結構みんなには普通にバレてるんだなって気づきました最近。でももうテコデザインも10人を超えましたけど、同じような人ばっかりではないですよね、うちの組織って。個性がありますよね、ちゃんと。バラエティが豊かだなって思います。来週でしたっけ、新しいメンバーが増えるという風の噂も聞きましたので。来週ですかね。あ、そうだ、来週じゃない、全部再来週で、私なんか2月8日の週に生きてると勘違いしてました。全部一つ未来を生きてる。マレフォの開発の人と話すのも再来週じゃダメなんですよ。もうなんか今朝起きた時からなんか今日火曜の感じで生きてましたね。全然違う、もう週の後半じゃと。火曜だとまだ先が長いですよね。先長いですよね。この疲れなのにまだ火曜だっけとか思って、ちょっとしんどって思ったんですよね。まあ、ヨシペみたいに細かくチェックができるとか、1円のこの誤差にこだわれる人っていうのももちろん大事なんだけど、それと逆にとりあえずこれでやっちゃって後で調整しようみたいな、こうね、次のところにあるんですけど、どっちも必要だなと思います、うん。そうですね、大掴みにこうプロジェクト自体をこう進めていくことも大事ですよね。じゃないといつまで経っても設定が終わらないですもんね。あの締め切りがあることだから、やっぱり給料日は、うん、まあ給料ね、そうだね。勤怠の導入支援はやっぱり結構かかりますね。こうなんかずっと搬送してるイメージです。あのもう仕様が決まってればあとはそこに持っていくだけなんですけど、仕様が結局お客さん自体もどうしたいのかが決めれないっていう時にやっぱ時間かかりますよね。それはまあこっちがこうしろよってことでもないし、アドバイスはするけども、まあ、その決断を待つしかないんで、そこに一定の時間もかかるかなと思いますよね。なるほど。初めからこうこうこういう設計してくださいバンって出てくることってないですよね、ほとんど。うん、少ないと思います。給与の方がまだそういうの決まってますよね。そうですね、給与はもう今現在している結果をシステムに起こせばいいので、勤怠の場合は、まあ、システムで取っているところはそのまま持ってきやすいんですけど、こうね、あのガチャガチャのタイムカードとか手書きのとこだと集計した人のさじ加減で数字が変わってくることもあるので。さじ加減なんかあの謎の丸めされてる人とかいるじゃないですか。何ですか、同じ会社なんだけれどこの人はこうなんだよ、特殊ルールが実行されている場合も結構ありますね。あの社長の言うローカルルールってやつですかね。そうです、そうです。え、丸めのその設定の個人で変えるのはいいんでしたっけ。ダメだと思いますよ。そうですよね。
吉部のカンペはあと何が書いてありますか、ぜひ放出してくださいね。あ、いやもうそれだけなんですよ。ちょっと昨日夜更かししちゃったんで。ドラマを見すぎた。そうです、そうですね、佐藤健。そうです。じゃあ今日の結論は、まあ、師範はド M っていうことになります。違います。あれ今週の金曜、あ、明日からでしたっけ、師範の尊いお導きコーナー。明日そうです。え、師範もなんこれまで結構いくつかもう、動画にさせてもらってるじゃないですか。はい、手計算シリーズとか、うん、それで自分のやつ聞き直したりしますよね、動画で。この動画見といてねとかってこうね、新しく入った人とかに送るときとかに何の内容喋ったかなと思って、こうたまに内容覚えてないことも結構多いので。そう、でも、これまで作ってきた動画って割とプロダクトで検証とかゴリゴリする人用の手計算用の動画が多かったんですけど、明日からはちょっと未経験者向けの内容なんで、あんまりこう小難しい話じゃなくて、ふわっとこう全体を掴んでもらえる方な違いでいきたいなとは思ってます。もう自分の声を動画越しで聞くのって慣れました？慣れない。上も慣れた？もう私は飽きるほど聞いたんで、もう大丈夫、この1年で慣れました。自分の声聞くとすごい違和感ありますよね。全然自分が思ってるよりどう聞こえますか？なんかすごい甘ったるく喋ってて、甘ったるい、自分自身が鼻声だなって思いました。このシリーズに登場しないけど、うちの教祖の声がすごく素敵ですよね。いいですよね、なんか聞きやすい、癒される。動画でいろんなこと解説してほしいですもんね、教祖の声。うん、そうですね、今日のキレポイントとか今日の教祖の愚痴大会聞きたい、すごい。いや、きっといっぱいあると思いますよ。全部ピーになっちゃうからね。はい、じゃあそろそろ30分なのでこちらで終わりたいと思います。ありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。失礼します。